どうも皆さんこんにちは。今回は前回の続き、巨大ライトニングドラゴン探しとファイアドラゴンの血を探していくわ。それでバイオーム見つけるサイトでジャングル、サバンナの場所見つけてるから、早速テレポート。初見の人いたら何がなんだか分かってないぞ。もはやサバイバルじゃないじゃんってなってると思う。これは、あれね、幽体離脱してドラゴンの巣探してるわ。ブラウザバックされそうな言い訳やめろ。サバイバルのワールドと同じシードのクリエワールドでドラゴン探してる感じね。そういやメインワールドでスペクテーターすればいいんじゃねってコメントあったぞ。あのワールドチートがオフっていうのと、チートオンにしちゃったら村の作業とかいくらでもごまかせちゃうじゃん。クリエでアイテム出して編集デーみたいなことできちまうしな。それはちょっとしたくないからね。こういう方法でドラゴン探してるわ。ってことでライトニング1体目発見。雷鳴の名を語る私の偽物に天罰下してやる。もうすでにお前は雷鳴じゃないし、なんならライトニングって稲妻とかそういう意味だぞ。それじゃここの座標をメモって。そんな感じでドラゴン5体ぐらい見つけたから、サバイバルで迎えに行くわよ。死神の迎えかな？死神なんて物騒ね。天使とかそういう可愛らしい方が似合うでしょ。お前には鬼とか悪魔の方が似合うぞ。鬼なら今の時代人気出そうじゃない？なんなら悪魔も人気あるでしょ。カゲロウとか名乗らないようにな。そしたら早速ジャングル到着。さっきと地形の感じとかも同じだな。それでジャングル入ってすぐのところにドラゴンがいるのよね。おお、これがメスなら早速ライトニングドラゴン仲間にで。あいや、ここにいるのファイアドラゴン。期待した私がバカだった。ファイアドラゴン、お前の血は何色だ？それじゃ起こしたし地上戻らないと。お母さん起こしたからね。もう私行くよ。遅刻寸前まで寝てる息子を起こす母親？いや、死ぬ寸前に息子の禁じられた能力を目覚めさせた母親。誰がわかるんだよ。意味がわからなさすぎるだろマジで。そういう経験一回はない？全世界探しても一回もないぞ。おお、めっちゃ真下から追ってきてた。追いつかれてたらマジでヤバかったん。そしてまた真下に戻っていった。何しに来たんだあのドラゴン。と奇想本能が働いたんじゃないかな。天敵を排除する方を優先した方がいいだろ。誰だって争いは求めてないからね。モンスターだろうが人間だろうが本心では戦いたくないのよ。だから私はその隙をついてドラゴンを倒す。マジでクソすぎる。というか距離感わからなさすぎて弓当てれないんだけど。平常運転だからあまり気にしなくていいぞ。思ってる場合距離あるわねこれ。敵のドラゴンがデカすぎてよくわからなくなってくるな。お前の場合距離感掴んでも当てれなさそうだが。矢がまっすぐ飛んでくれれば当てれるんだけどね。それは誰でも当てれるから。このドラゴン弓だといろんな矢が使えないのちょっと残念よね。ヒドラの矢にステムパリデスの矢とかあるしな。もったいないんだぜ。まあ威力はこっちの方が高いからね。これで勝利。そろそろ巨大ドラゴン相手も慣れてきた感じあるな。我が行く手を阻むものなし。そうやって油断したら死ぬんだぞ。ファイアドラゴンから血液採取。ちょっとチクッとしますよ。どうやって瓶で血抜いてるんだろうな。献血してくれたお礼にタペストリープレゼント。献血のしすぎで骨だけになってるぞ。クッパだって骨だけで動けるんだし頑張って。そしたらまたファイアドラゴン。今回ライトニングドラゴン探しに来たんだよな。なんかジャングルとサバンナ、ファイアドラゴンも生成されてるのよね。余ってこれやばいかも。ドラゴンに追いつかれてない？待って待って、地上まで待って、待って、わかってよ。なんでもないから僕の歌を洗わないで。SOS した方がいいか？落下ダメージやっぱり普通だったら死んでたんじゃない？装備がだいぶ良かったからなんとか助かったな。持ってて良かった即時回復。本当に最も恐れてたことが起きたって感じだな。ドラゴンが追撃してこなくて本当良かった。って思ったけど。あれ？ドラゴン逆に降りれなくなってない？上からブレス吐くだけになってるな。一時はどうなるかと思ったけど、むしろこのおかげで圧勝できたわね。何かにハマって動けてなかったしな。それじゃ倒したし早速血液採取。あと12個で足りる。ドラゴンが最後の抵抗してきたんだけど。最後というかもうすでに死んでるけどなそいつ。あと2個ね。まあやってれば集まりそうかな。それじゃ今度こそライトニングドラゴンのところ。ちょっとわかりづらいが、地形的に動画冒頭で見つけたとこだな。それじゃこの真下掘ればドラゴンがいるはず。いるはずなんだけど、ここまで掘って見つからないな。座標間違えたんじゃないか？いや絶対ここで合ってるはずなんだけど、とりあえず座標確認して、クリエワールドでもう一回見てみようぜ。まあそれが一番ね。それじゃ座標メモっておいて。それじゃクリエワールドで今の座標入力。そしたらサバンナまでテレポート。これで結果がわく。ここはどこ？コドラココドラボスゴドラ？テレポート先思いっきり間違えてるぞ。地形もさっきと同じ。ここから真下に行けばいいんだけど。ドラゴンの巣はあるな。じゃあなんでさっきサバイバルで見つからなかったんだ？ますますよくわからなくなってきたわね。この洞窟がクリエでいたのと同じ場所なんだけど。ライトニングドラゴンだけ生成方法が違うとかか？だとしたらこれどうやって見つければいいの？ブランチマイニングしかないんじゃないかな。まあ。
他にも何箇所かライトニングドラゴン見つけてるから、そこで何とかすれば平気。ってことで2箇所目、ここから下にライトニングドラゴンがいるはず。いなかったら世界全てをブラマイするしかないな。最悪シリーズ目標じゃないからスルーでもいいし、コメントでドラゴン見つけられるモッド教えてもらったからそれでもいける。それで地下まで掘ってみたんだが、やっぱりいない。一応もう一回クリエで確認してみる？もはや確認する必要もない気もするけどな。もしかしたら今の2体とも引っ越したのかもしれない。巣の跡形もない引っ越しとかどうなってんだよ。そしたらまた座標を確認。これで見つからなかったらどうするんだ？その時は号泣記者会見開く。スキンヘッド元県議？それじゃ今度は Y 座標も完全に同じでやってみようか。これでテレポートすればさっきいたとこと完全に同じとこに着くが、やっぱすぐ真下に巣があって、若干黒いのが見えてるところあるわね。で、サバイバルの方に戻ると、黒いところは一切ないな。もしかしたら巣がどんどん沈んでいってるのかも？底なし沼か何か？やっぱり、ないわね。シードは同じでもワールドごとに違うのか？それじゃちょっと確かめてみようか。ってことで同じシードでまた別のクリエワールド。正面のサバンナの感じとかで同じシードなことがわかるな。このワールドで同じ座標に飛んで、巣がなかったらワールドごとに違うってことになるし、もし巣があったら、あったら、もう意味わからないからドラゴンのモノマネする。その発言の方がよっぽど意味わからないけど。こっちだと巣あるんだけど、ケオラをギャッポーでバッサバッサバッサ、ドラゴンの巣があったショックで頭がおかしくなったと思ったけど、これがいつも通りだし平気だな。ケオラをギャッポーでバッサバッ、今の霊夢を叩けばドラゴンの卵を落とすか？ごめんなさい、許してください。それで一応ドラゴンの巣、もう一個見つけてるんだけど。お、なら一応最後の望みをそれにかけようぜ。ドラゴンのモノマネに夢中で言ってなかったけど今いる場所がそこ。くだらないことしてないで実況しとけ。いや私さっきドラゴン語で実況してたから。などと意味不明な供述をしており。ライトニングドラゴンはこれじゃ見つからなさそうだし、一旦帰るわ。ドラゴン探せるモッド入れて、それでやった方がいいな。まあファイアドラゴンの血は集まったから、それで防具だけ作ろうか。作り方は簡単だな。お湯を入れたらレンジでチン。なるみちゃんもびっくり。これで火を吐いて火流光ができるわけね。火の粉村の方まで飛んでない？平気か？まあちょっと火がつくぐらいでしょ。ちょっとでも火がついたらアウトだから。それで10分ぐらいしたかな？ 24 個の火流光完成。これでちょうど防具が作れるな。早速作ってみようぜ。ちなみにこれで所持してる鉄霊になった。マジで鉄不足が深刻すぎるところまで来てる。まあ鉄ぐらい簡単に手に入るしね。その簡単に手に入るものを持ってないんだよ。ってことで火流光のフル防具完成。防御力とかは漂流光と変わりないみたいだな。多分見た目以外は全部同じなんじゃないかな。早速飾ってみてみようか。漂流光は青と白の感じだが、こっちは黒と赤の感じだな。色が対になってる感じかっこいいわね。雷流光の装備も欲しいけど、まあそっちはモッド入れて探すしかないな。とりあえず次回モッド入れて探してみようか。今回は防具もできてきりいいし、この辺で終わるわ。次回こそはライトニングドラゴン探して仲間にしたいな。それじゃあご視聴ありがとうございました。